第8波のピークが見通せず、医療負荷も日々増大する中で、インフルエンザの本格的流行も懸念され、コロナ対応のみならず医療全体が、これはもうお分かりいただけると思います、大変厳しい局面になってきております。松山市の医療機関では、インフルエンザ A 型も陽性だし、コロナも陽性と、松山でもこういう人が出てきたと。昨日38度を超える発熱や喉の痛みなどを訴え、発熱外来を受診した20代の女性。検査の結果、この医療機関では初めてコロナとインフルエンザの同時感染と診断されました。コロナとインフルエンザほとんど区別つかないぐらい、咳、喉、鼻、高熱ということで、これだけでは全く分かりません。まさか一緒に入ることないだろうと思ったんですが、これが非常にコロナの違うところだと思います、従来のウイルスに。こちらの医療機関では12月下旬から1日数人のインフルエンザ患者が確認されている一方で、インフルエンザワクチンの接種率は1年前の同じ時期と比べ7割程度にとどまっているといいます。こちらの咳止めの薬を1回に2錠ですね、で毎食後に服用されてください。代わってこちらは松山市の調剤薬局。昨日販売が始まったのが、コロナとインフルエンザ両方測定できる機材になります。まだそこまでは売れてない感じではありますけれども、これからもうインフルエンザも増えてますので、これから需要は上がってくるのではないかなと思っています。新型コロナとインフルエンザを同時に検査することができる医療用の抗原検査キットです。検査は付属の綿棒で鼻の粘膜を採取して行います。だいたいもう入り口から2センチぐらいまでのところで構いませんので、痛くない程度に、ぐるぐる鼻の中、右の鼻、それから左の鼻でぐるぐるこう、あの鼻の粘膜とか鼻水とかをこの綿棒に染み込ませていただく。綿棒を試薬に浸し、反応カセットに入れて待つこと15分。赤い方がコロナの検査用で、緑色が、インフルエンザの検査。1回の検査でコロナとインフルエンザ両方の結果が分かるのです。この検査は陽性を確定するものではなく、もしインフルエンザの陽性反応が出た場合は医療機関に連絡の上受診してほしいとのことです。病院もやっぱり殺到されると、やっぱり混雑でまた感染しちゃう可能性もありますから、コロナと違って、外出制限はないので、そこの違いを確かめるためにも、検査って必要じゃないかなとは思います。この3年ぶりのインフルエンザ流行を、現在の感染状況、そしてコロナとの同時流行でどこに気をつける、この2つのポイントで見ていきます。まず現在の感染状況についてです。はい、コロナ感染拡大以降のおととしと去年、県内ではインフルエンザ患者はほとんど確認されず、流行シーズンとはなりませんでしたが、今年県内に61箇所ある定点医療機関からの直近1週間の報告患者数は合わせて65人、1医療機関あたりの平均が 1.1 人となり、流行シーズン入りの目安となる 1.0 人を超えたのです。はい、その前の週の定点報告数は 0.2 人ですから、年末年始に急激に増加したことが分かりますね。そうですね。保健所別で見ますと、このように定点報告数が最も多いのは宇和島で 2.7 人、次いで四国中央が 2.0 人となっています。県立衛生環境研究所によると、コロナ流行以前は1月から2月にピークを迎える傾向でしたが、マスク着用ですとか手指の消毒など生活形式が変わったことなどから、今シーズンはいつピークを迎えるのかが見通せない状況だといいます。おちクリニックのおち院長は、コロナインフルエンザ両方のワクチン接種をと呼びかけています。まだピークに来てませんので、同時接種は可能になりましたので、お忙しい方なんかはね、左にコロナして右にインフルして、そのままお帰りいただくという、インフルはいいか、お金かかるからいいやなんかいうふうなことを言ってては非常に危ないということですね。
そして県内がインフルエンザの流行シーズンに入ったことを受け、臨時会見を開いた中村知事。高齢者や基礎疾患のある方、受験生をはじめ大切な時期を迎えている方は、本人はもとよりご家族など周囲の方もできる限り人混みを避けるなど、特に慎重な行動をお願いしたいと思います。県はインフルエンザとの同時流行に備えて、重症化リスクが低い人に対し、風邪症状が見られる際は可能な限り休日夜間の病院受診を控える、コロナの自主検査で陽性だった場合は医療機関を受診しない、陽性者登録センターの積極的な活用、そしてもし自主検査で陰性だった場合はインフルエンザの可能性を疑い、休日夜間を避け平日日中の病院受診などを呼びかけています。